Look at this country. People seem to be provided with everything. So many to choose from. The vending machines lined up would almost fill up the whole footpath. The convenience stores, hamburger shops, ready-to-go lunch shops, beef bowl shops, coffee shops, noodle stores, fast food outlets, and Japanese, Chinese, and Western-style family restaurants. And if you take a look at the supermarkets or depa chica, basements of department stores, you can pick up individually wrapped prepared food or neat packets of fish, meat, and vegetables. Just take them home, pop them in the microwave, and they're ready to eat. No need for dishes. And of course, you can buy tea or liquor in PET bottles or cans, just the right size for a meal. There aren't any dishes to do. Quickness, wealth, convenience. They've got everything here in Japan. Well, we found a restaurant so unique in the downtown part of this country, Shitamachi. Here they strictly maintain the old-fashioned way. Nothing quick or convenient about it. Will this restaurant unfortunately also be a victim of this fast-paced changing world? Hopefully not. いらっしゃいませ。Restaurant. She is young, yet her kind seems to be almost extinct. You will barely meet someone like her so often in this country today. Enjoy. Lovely. もっと派手にやれてただろよ。俺嫌いなんすよねあれ。お前の好き嫌い聞いてないの。今のお客さんほら派手なパフォーマンス求めてんだからさ。料理じゃないっすよあんなの。こっちは子供の時から包丁握ってんすよ。なのにあんなの。いや本物の料理じゃないっす。本物ってなんだよ。お前の言う本物の料理って。その。わかんないなら簡単に本物とか言うなバカだれ。マニュアル通りやってりゃいいんだよ。俺もっと派手に。見ろ。このやり方でうちの会社これだけ成り上がってきたんだ。俺時代に流されたくないっす。え？やめさせてもらいます。おい、どこ行くんだおい。夢を叶えに。ばあちゃんこれいつ時代の地図だよ。わかんねえよ。ちょっと待てー。捨てたな。って捨てたな。拾え。速やかに。何さん。おやむれ。地球に謝れ。何おじいさん
お待たせしました。お忘れとは思いますが、俺江崎義雄と言います。お久しぶりです。まだガキの頃、大人になったらここで働こうと決めてたんですけど、どういうわけか遠回りをしちゃいまして、10年前のおかみさんのお言葉を思い出し、一から出直すつもりでやってきました。初心に帰って身一つで勉強させてください。身一つ。はい、時代に流されない本物の料理を学びたいんです。時代に流されない、それはどういったお料理ですか？それはつまりスローフードというか。スロー豆腐。それはどういったお豆腐ですか？あなたは？わちは半田仙と言いますけど。酒臭っ。あの、おかみさんにお目にかかりたいとお願いしたんすけど。わっちがおかみでやんす。え？ごちそうさまでした。大きくなって本気でうちで働きたいと思ったらまたおいでなさいな。ね、わっちゃん。この酒臭い女が憧れの一生庵のおかみ。そんなことがあっていいのか？ここに来る前は何を？ああ、一応六本木の青影っていうお店で板場を仕切ってました。大したもんじゃないですか。ええ、まあ雇って損はさせませんので。うちでよければどうぞ働いておくんなさい。ありがとうございます。風呂上がりのビエネビエネ。え、おい、履歴書。板長の清さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。二番板のトメさんと追い回しのケンちゃん、よろしく。いやー、いいっすね、時代を感じんな。本物ってすっげーわ、やっぱ。いやー、俺の実家も年季入ってるけど年季が違いますよね。あ、俺包丁自信あるんで任せてください。言ったもん勝ちやな。ご飯炊かせたら日本一の米番長、中井のテリちゃん。よろしくね。よろしくお願いします。おかんつけたら日本一の酒番長、冬ちゃん。よろしく。そう、みんな番長なんすか？まかないの親子丼が日本一の鳥番長、たまちゃん。どうも。よろしく。毎度美濃八です。こんにちは。こんにちは。毎日手作りのお豆腐を届けてくれる美濃八豆腐さん。よろしく。みのはさん、スロー豆腐って何？ああ、おそう。何？スローフード。スロー豆腐。うん、もういいです。あ、今日はちょっと寄せ豆腐こさえてみたんですけど。寄せ豆腐、どれどれどれ。いただきます。ふーちゃんちの吟醸あったっけ？はい。あ、大丈夫。昼間からお酒はいけませんよ。昼間から飲む酒が美味しいんじゃない？あ、ほどほどにしてくださいよ。はいはい。それから中井頭のしずさん、先代の時からだからもううちには30年以上。はいはい。じゃあ部屋案内するから。はい。おい、なんだあれ今。軽いっすね。後で閉めるか。ごめん。はい。スロー豆腐って中華料理かな？そりゃスローフードだろう。スローフードなんてことを軽々しく語るようなやつは信用しない方がいいよ。でももう雇っちゃった。そんなら好きにしたらいい。一生庵はもうあんたの店だからね。あーびょっけずらなあ。そうずら。うわうわうわ。あ、
母さん今日ね原稿の締め切りでね編集者が来て待ってんだよ。急がないとね。でも今アワビって聞こえたよ。雪が降りそうだからみぞれ合いをやめにして風呂吹き大根にして。はい、承知でした。ありがとう。よし。あ、それ全部剥くんですか？手伝いましょうか。みぞれ合いをやめて風呂吹きになった。はい。チーリー、包丁自信あんだろ。大根の皮剥いてみろ。はい。カツラ向きも1006本も小学3年生でマスターしたっつーの。もういい。え、止め。はい。え、なんで。お前はケンタに習ってお馬しやれ。お馬し。え、雑用係。それはつべこべ言わずに鍋見てろ。俺前の店では。黙れ。面取りしないんすか？あれ、隠し包丁もしないじゃないですか。煮立たせないように見張ってろ。5時間もあれば煮えるから。5時間？沸かすなよ。え、煮干し丸ごと頭取らないんすか？うちは煮干しの頭も取らないんです。手抜きしてんな。そんなん煮たらエグくなるっしょ。うちは煮ないんです。え、そのまま1日水につけておくと琥珀色になるんです。その上澄みだけを取ってそこで初めて火にかけます。ただし煮干しの鍋を絶対に揺らさないように。頭と綿取っときゃそんな手間かかんないっすけど。無駄口叩いてんじゃねえお前。プラ、はい、ちょっと早くしとるんだよ。ダメだ。え、この大根はまかないにまぜ。はい。え、ずっと見てたっすよ俺。風呂吹きやり直し。はい、はい、ずっと見てたっしょ。こんばんは。いらっしゃいませ。木下さん、こんなお天気の中ようこそ。いやいや、毎日でも食べに行きたいくらいだ。ありがとうございます。どうぞ。月沼さん、急いで。はい。あ、ごめん。風呂吹き大根でございます。あ、いいね。いただきます。ありがとさんの心でもっていただきます。いただきます。よっちゃんの失敗のおかげで大根さんがいただける。よっちゃん、うん、まい。あの、これのどこがいけなかったんですか？見りゃわかんだろ。もう角が崩れてんだから。角がお前がちゃんと見てねえからだ。
でも普通大根煮るときは面取りしますよね。面取りしないで煮たら角が潰れるのは当たり前ですよね。だからその角が取れないようにそーっとそーっと煮るのが仕事なんだよ。なんでですか。面取りしたらそのクズはどこに行く。ゴミ箱。もったいない。え、それで面取りしないんですか。もったいないってことはケチってことじゃないんだよ、しぎりさん。うちはな、煮干しも丸ごと使うし大根も使い切る。それが料理の旨味を生かすってことだよ。もちろん面取りも立派な手間暇です。でもせっかく手間をかけるんだったら使い切る手間をかけましょう。トット屋のチンピン堂さんはそれが一生の思想だって。日本一のメッキって言われてるんですよ、チンピン堂さんは。は、ねえねえねえ、今夜は早く終わったからよっちゃんさんの歓迎会で一杯やりに行きましょう。行きます。よっちゃんさん。私らは明日早いんで。へー。お。ブリは久しぶりって。タイもお酒も大変結構。イカはイカがあってんだよ。あのさ、おせんちゃん、うん、水おけ買わない。うん。うひゃー、狭いっすね。お前が来たから狭くなったんだろ。そうっすよね。他に部屋ねえのかな。あ、そうだ、ところでケンさん、給料っていくらもらってんの。嘘、給料の話聞いてないんすか。頼んで入れてもらったんだからさ、こっちのことは。うちは新人は5万です。5万。週5万。月5万ですよ。住み込みはお金借りませんから。おい、嘘だろ、なんかおかしくね。ケチなおかみだね。突然メニュー変えるんだって板長に失礼だよ。誰も文句言わないの。普通こんな手は板長が決めるもんっしょ。何怒ってんすか。お前のその無神経さが頭くんだよ。黙って聞いてる。ベラ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 と。コミュニケーションでしょ、コミュニケーション。同じ部屋で暮らすんすから、これから。俺に殺されねえよ、注意しな。なんすかそれ。チャラチャラ指輪なんかしやがってよ。まだ言ってんすか。ちっちゃー。お前、ま、表出るか、お前。おせんさん、大丈夫ですか。あ、寝てる。水道ねえのかよ。滑った。もういいや、もう寒い、もういいや。あ、荷物来た。まだ終わってね。すいません、これはどちらに。急がないとみんな戻ってきちゃうよ。返事。はい。あのガラスケースが問題なんだよ。ガラスケースですか。いいだろう。なあ、こんなガラスケースに入れてありがたがるもんじゃねえだろ。買った。あ、どうぞ。すいません。はい、石庵でございます。あ、おせんさん。またですか。よっちやな。よっちや。あの、よっちゃんをやめていただけないかと。どうして。どうしても。ギャラリー花椿におせんさん迎えに行ってくれ。え、リアカーでね。リアカー。一生庵の江崎と申しますが、
あんたが新入りのよっちゃんか。おかみさんお迎えに。静かにしな。あれは死柄木だ。死柄木だ。なんか割れてますけど、これっておいくらぐらいで。耳で聞くな、目で見ろ、ギュッと見ろ、ギュッと。これお願いします。200万。一目惚れしちゃったんだもんって車買える値段ですけど。可愛がってやんなよ。買ってんです。それじゃチンピーどうさ、今晩またね。おう、おかみさんってよくああいうことをしてるんですか。おせんちゃんと一緒案はそれだけで一つの思想です。金とか欲とかの赤がついてね、うぶな思想です。あんたもそれを学びに来たんだろ。こんにちは。帰ったらお風呂に入れて抱いて磨いてやんなくちゃ。はい、はい、着きました。ここまでは味の素ソフトバンクとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。200万。ただいま。200万。よし。あれ、あ、俺の荷物は。よっちゃんさん、はい、これ家財道具、チンピドーさんに持ってってもらったから。え、俺のベッドとかテレビをですか。うちには合わないから。それって犯罪。よっちゃんさん、これこれあげる。さあ、お風呂入ろ。風呂場に水を運んでね。あら、どうしたの。俺の荷物が茶碗に。おせんさんに身一つで出直すって言ったんだろ。そうですけど、給料5万ってことは時給100円だぞ。100円。そんな安い給料で従業員働かせで、しかも身ぐるみ剥ぎ取って200万で土鍋のお化けみたいなもん買うおかみってどうなの。おせんさんですから。おせんさんなら何でもいいのかよ。まあそうっすね。朝から酒飲んで骨董台で風呂入ってんだぞ。俺もおせんさんと一緒に風呂入りて。お前腹立たねえの。お前お前って、俺の方が先輩っすからね。雨だよ。よっちゃん野菜中入れて。はい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 。あ、よっちゃんさん、風呂場の水桶運んでおいて。はあ、どこの部屋の床の間です。月の間、それとも風の間の前には。200万円外に置くんですか。うん。おお、もう何年も前からそこにあったように静かに呼吸してるじゃねえか。やるね、おせんちゃん。もういや。情けない。せばば。よっちゃん、雪のままお客さんがお呼びです。え？確かに美味しいわ。でもこういう煮物だってレンジでやれば7分でできるのよ。いや、この味は電子レンジでは出ないんじゃないかな。あら、校長、高価な食材で時間をかければ美味しいものができるのは当然ですからね。でも
近いものはできるわよ。桜井先生ならできる。いやそうじゃないと僕も会社を挙げて木下クッキングスクールを支援する甲斐がない。桜井先生の腕やってこそですよ。できる。できるに決まってる。ところでどうですかね、イベントの件。私はいいけど一番はどうなのかしら。お邪魔いたします。はい、どうぞ。江崎が参っておりますが。おお、入ってもらったよ。どうぞ。失礼します。心配してたんだよ。いらっしゃいませ。おかみさん、こいつね、うちのレストランでフロア係やってたんですよ。まあ、そうなんですか。そりゃまた真逆なところへ来たもんだね。どうだい、勉強になってるかい。はい、本物の料理と真っ向から向き合う毎日です。美味しいお豆腐。特別な大事で作ったお豆腐かしら。ほんとうまい。こういうのが好きなんだよな、お前は。本物志向だから。じゃ失礼します。おかみさん、このお豆腐の大豆の産地はどちら。ええ天下の石王が店で扱う食材の素性も知らないの。驚きだね、そんなことも答えたんだよ。ああ、まあまあ。今度は豆腐屋さんに聞いておきます。すいません。豆腐の素性も知らないとはね。この程度の店なのか。あ、お前の本物は。時代に流されないっていうのはこういうことか。わからんね。すいません。うちも大変なんだよ、生徒集めが。このとおり。あっちは電子レンジなんか触ったこともねえでやんす。それに料理ならうちの板長の生さんが。板前の料理じゃなくて料亭のまかない料理とスーパースピード家庭料理とで対決したいんだな。対決。料理は戦いではありませんよ、木下さん。ごめん。もうチラシ作っちゃった。来てくれるね。戦いはできないです。ただ木下さんにまかない料理を作れって言われたら作りますけど。それでいい。それで桜井先生の隣でただ料理を作るだけですよ。おいい、それでいい。頼んだよ、おせんさん。江崎です。ちょっといいっすか。どうぞ。酒臭っ。また二日酔いですか。
勝手のお願いなんですが、今日で辞めさせてください。あれ、もうですか？はい、短気な人ね。なんだってそんなに早くはうまくはいかないと思うけどな。俺、時代に流されたくないと思ってここに来ました。でも憧れの一生はもう俺の幻想でした。時代遅れです。お世話になりました。そうですか。元気でやってくださいね。おせんさんもどうぞ元気で。うちゃんさん、最後に一つ。何でしょう。ビール持ってきて。早かったな。時代が俺を待ってる。電子レンジのスピード料理で超カリスマ。さて今日皆さんとお勉強するのは焼き豚です。電子レンジを使えばたった20分で立派な焼き豚ができますよ。特売のお肉でも大丈夫。なんか自信満々の女だな。レッツベイクッキング。全て自動化や。大丈夫ですか？こんなこと引き受けて。だって木下さんとの約束だもん。約束ってお酒の上でのことでしょ。だってもうチラシできちゃってるって。いや、わざわざありがとう。おせんさん、嬉しくて昨夜またまた飲みすぎちゃったんだな。わっちも昨日はもう緊張しちまって、ついつい一瞬だけ。あ、電子レンジ。これはフードプロセッサー。大根おろしなんか一発なんだな。はあ、大根さんをこんな機械で。校長先生、お電話です。はいはい、ちょっとごめんね。お先生、スターグリル。
今日は頑張ってくださいね。宣伝もバッチリしておきました。レンジの使い方も知らないの？すみませんでした。おせんさん、電子レンジは金属製の食器を入れると危ないんだ。卵も。校長、この電子レンジ使うものにならなくなっちゃった。すぐ他の教室から運ばせます。はい、すみませんでした。あの人と比べられるの？すみません。一人にして悪かったね。もう帰りたいです。帰りましょう。しずさまでそんなこと言わないで。大丈夫だから。大丈夫大丈夫。皆様、木下クッキングスクール創立60周年記念イベントにようこそ。歴史と伝統を誇る当スクールだからこそ実現できた夢の対決、60周年記念にふさわしいドリームマッチを皆さんにお楽しみいただきます。何してんの？ここで大根5時間に行きつかね。あんたおせんさんのこと気になるんだろう。何言ってんすか。それではご登場いただきましょう。当スクールの花形講師でテレビでもおなじみ、簡単裏技ハイパースピードレシピ、桜井美智子先生。対しますは江戸から続く和食の老舗天下の一生庵、その看板おかみおせんさんこと半田仙先生。最高日よ。料亭って時間が止まってるのね。優雅でいいわよね。本日のテーマはアフターホームパーティー。前日の残るものである天ぷら、ロースカツ、ヒレカツをどう調理していくか。それでは早速始めていただきましょう。世紀の料理対決、調理スタート。調理スタート。本日のテーマはアフターホームパーティー。前日の残り物である天ぷら、ロースカツ、ヒレカツをどう調理していくか。本日の審査員をご紹介しておきます。中華の名人林綿綿先生、フレンチの名人ジュール・アンリ先生、そして当クッキングスクールの木下校長、3人の厳正な審査によってこのバトルに勝負がつきます。さてさて、何ができるんでしょう。カツ丼です。ただしお鍋は使いません。お鍋を使わないカツ丼。さすが桜井先生、洗い物が少ないと助かるのよね。おせんさんの方は何を。わっちもカツ丼。丼ぶりにご飯をよそい、一旦ラップで蓋をします。玉ねぎを敷いてカツをのせ、市販のめんつゆをかけます。全体に卵を溶き入れ、またラップで蓋をして、温かいご飯なら4分、冷やご飯なら5分。さあ、これでカツ丼の仕込み完了です。余っ
った時間でもう一品。これはオリジナルの割り下ですか。はい、割り下が沸いてきました。ソースですね。割り下にソースというかなり珍しい組み合わせです。カツはヒレカツですね。はい。玉ねぎも卵も使わないんですか。はい。オリーブオイルで炒めた香味野菜に隠し味のジン。そこにマヨネーズを入れます。ジンとマヨネーズの相性は最高なんです。おお、皆さん今流行のマヨネーズレシピです。ガーリックバターをまぶしたライスと一緒に盛り付けて、はい、エビのマヨネーズソースの出来上がり。早いです。まな板も包丁も使わずあっという間。2枚のラップを取って三つ葉をあしらい、これでカツ丼も完成。桜井先生もう終了です。さすがハイパースピード浦和の料理研究家、わずか6分で2品の料理ができました。おせんさんは丁寧にネギを切っています。ケスケフェラー、こんにちは、マンナーセテラネ。半田先生か。それともスーパースピードカツ丼とエビマヨネーズソースライスの桜井先生か。それでは審査員の皆さんに試食していただきましょう。お茶漬けって料理じゃないでしょ。割り下にソースってどうなのかしらね。でも食べてみたい。いよいよ判定の時が参りました。中華の林先生から判定をお願いいたします。ハイパースピード料理の桜井美智子か、食の老舗一升庵の半田仙か。林先生、桜井美智子に1票。続いてフレンチのジュール先生は、割れました。デュール先生は半田さんです。半田さん1票。
勝負は木下校長に委ねられました。これはコーツつけがたい。料理のアイデア、スピードは桜井先生が優れています。だけど1分でも1秒でも節約したいというのは料理を作る側の理屈だ。確かに鍋を使わずにカツ丼を作る技は見事。6分で2品なら不意のお客様にも対応できるし、しかし私は待てる。レンジでもレンジでなくても構わない。問題はどっちが私のことを思って料理してくれたかなんだな。さあ木下校長は。校長。これは甲乙つけがたい。おっと判定は五分五分。校長、これは会場の皆さんお二人に盛大な拍手をどうぞ。私は1分1秒の節約を選びます。それが時代の流れだからです。それが私の人生を豊かにすることでもあるからです。皆さんありがとう。おせんさんも一言どうぞ。おいしいです。ああ、ご自分の料理は最高ですか。木下校長、本当言うと個人的には桜井先生のカツ丼もうちょっとだったんだよな。いやいや、昨夜深酒しちゃったから。だったらあんな中途半端なことしないでおせんさん選べばよかったじゃないですか。うん、そうなんだかな。ホームパーティーの残り物を次の日料理に使う、それはね、食べる人の胃がお酒やこってりした料理で荒れてるってことです。そんな食べる人の胃の具合を考えて気持ちを押し量って、おせんさんは卵や玉ねぎを使わないさっぱりとしたカツ丼こしらえたんですよ。それを分かっていて木下校長、よくも。もうすいません。あれ、ふっちゃんさん、この勝負、おせんさんの勝ち。いや、完勝ですね。見てたの。いや、参りましたよ。食べる人の胃の具合、食べる人の気持ち、そこまで推し量るおせんさんの心遣いが俺には分かった。俺には見抜けた。心底しびれたっす。俺下働きからでも構いません。リアカーでも何でも引きます。狭い部屋でも我慢します。一生庵で一から出直したいんです。お願いします。じゃあ一緒に帰りましょうか。うちは去る者追わず来る者拒まずですけど、よっちゃんさんは気が変わりやすい人ですね。もう二度と変わりませんよ。でも一言だけいいっすか。へえ。一生庵の女将なら
大豆の産地くらい知っておいてもいいんじゃないですか。はい、どうぞ。うちで扱ってる豆腐は三陸の青畑豆、長崎の福豊、富山の遠霊、秋田の大型緑、この4種類を季節や天候に応じてブレンドしてます。水は千成神社の湧き水です。今でも豆は石臼で引いてるんですよ。石臼？昔新しい機械入れようとしたら先代のおかみさんに叱られましてね。こっちはね、あんたのその手間暇にお代払ってんだよ。職人が楽することに金使ってどうすんだい。ですから、それからこっち私ら石原さんに足向けて寝られねえんですよ。みなはんさん、これいい？食べてみて。えいっす。こっちも。福豊と遠霊の違い分かる？全然分かりません。わっちも全然分かんない。だけど美濃八さんには分かるんだ。それが職人ってもんでしょ。わっちには豆腐の素性なんか分かんない。わっちはこさえた職人さんの腕と人柄が信じられればそれでいいんだ。一生あの料理は手間を惜しまず人を信じることから始まるんでやんすよ。まあそういうことっすよね。うん。持ちましょうか。いや大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です。おーおーおー、ゆっちゃんさん、信じられる料理人になってくださいね。俺もおせんさんと一緒に時代を駆け抜けるっす。あれ、なんか大切なことを忘れてるような。よく許したよね、おせんさん。うちのおかみもキャラ読めねえからね。でもよっちゃんかっこよくないですか。おせんさん、もしかして？それは絶対にありえねえ。まあね。しまった、給料5万だよ。貸し行く前に玄関掃除しといてくれ。マジっすか。今朝美濃八さんで勉強してくるように言われてんだよ、おせんさんに。本当ですか。人を信じろよ。一生庵の料理は手間を惜しまず人を信じることから始まるんだからな。お前俺の先輩だろ。なんか怪しいな。私は1分1秒の節約を選びます。それが時代の流れだからです。残り物で作るけんちゃんとさっぱりカツ丼、料理の主役はいつだって食べる人。嘘やってらんねえよな。よし始めた。うっす。おい、行くぞ。はい。
時代、時代。酒が味噌仕込んでもらおうかなと思って。今のおかみはわっちやん。仲良し味噌汁よ。俺の幸せはおせんさんの味噌汁を飲むこと。そっと待った。食いもん屋が食いもんで武将し始めたらおしまいじゃないですか。